4部もうラストになっちゃうんですけど、もうこのチームやばいっす。それではショーケースマイコンビで呼んでいきましょう。今回初めて2人だけで組ませていただきました。うまさや身体能力は若い子たちにかないません。確実にこれもといえばコスプレナンパ時代からの経験だと思います。それを全面に押し出して楽しみます。よろしくお願いします。ということでこの2人が、こちらね4部のトリオ止めるということで、主なジャンルがソウルロックハウスということで、もうねゼログラでもおなじみ、そしていろんなイベントもエボでもねおなじみのこの方、この二人がやってくれてやってくれちゃいます。もうねガンガン飛ばしていきましょう。お願いいたします。それではご紹介いただきましょう。ラスト画像の R40 お願いします。それぞれの道を歩んできた。車掌は浜崎あゆみ、サンボマスターなど数々のダンサーとしてメディア出演。また各駅停車からくり箱 DS といったエンターテイナーにこだわったダンスチームを牽引してきた。ジオは DDR ダンエボ等の筐体ゲームでその名を轟かせた。ステップにこだわったスタンスでアディクラジャンパシーンでも本格ストリート。ダンスチームビートクルーの総帥として活動している。18年経った今もう2人とも40代。その2人がこれで終わってしまうのか。僕は嫌だ。イベントでね、お世話になってることもありまして、いやなんかもう2人の見るのすごい新鮮でした。いや気持ちが良かったね。みんなかっこよかったよね。素晴らしい賞です。ありがとうございました。経験をね、ガンと押し出してということで、もう素晴らしい賞です。ありがとうございます。R40にもう紹介してお願いします。いや素晴らしかった。最高でしたね。というわけで、じゃあ続きましてね、ラスト